妹よ、今日は戦車には乗らず、公式さんの EU フォーラムにて発表のあった新車両、ドイツのティア7プレミアム重戦車版のウートラさんと、ソ連のティア4プレミアム中戦車、IT33 の紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。今日は一度に二両なんだね。うむ。オートラさんの方は既存車両である、アメリカのティア7プレミアム重戦車の、米軍に捕まったオートラさんこと、キングタイガーキャプチャードさんとほぼ一緒だからね。そしたらまずはオートラさんからになるんだけど、機動性と防御面に関しては、既存の米オートラさんと全く一緒で、違いは火力面だけになるんだけど、それが正直ちょっと弱そうな感じなんだよね。あわう。でも米オートラさんとの違いはこんな感じと、確かにちょっとあれだよね。うむ。照準時間が 0.3 秒速くなってることの引き換えに、リロード 1.1 秒の悪化と、精度 0.02 の悪化は、ちょっと釣り合いがあれだよね。そうだねお姉ちゃん。これだと米オートラさんの方が、ってなっちゃいそうだよね。だね。米オートラさんはティア7重戦車としてはかなり勝率のいい子なので、多少あれよりに性能をいじられても、弱戦車にはならないかもだけど、って感じだね。あわう。そしたらお次はソ連の IT33 について見ていこうか。了解だよ姉ちゃん。見た目は戦前の子みたいだけど、史実系の子になるのかな。それに関しては公式さんに設計だけ残って書かれてたので、どちらかというとファンタジー系の子だね。そしてゲーム内での性能に関しては、主砲は単発110の 76mm 単方針砲で、貫通は AP68mm、HEAT100mm、弾速が AP612、HEAT700、リロードが8秒で、DPM は825だね。あう。単発110は悪くないけど、貫通も弾速もリロードも、ちょっとあれだよね。だね。次に当てやすさに関しては、照準時間 2.4 秒、精度 0.45、深く8度と、ソ連戦車としては深くはいい感じだけど、照準時間と精度は正直ちょっとあれだね。そうだねお姉ちゃん。76mm 砲としては、照準時間と精度はかなり悪く感じちゃうね。うむ。次に機動性に関しては、前進 50kg、後進 15kg、出力重量比 21.8 と、ティア4中戦車としては良好な部類って感じだね。あと防御面は、ヘルスは560と高めだけど、装甲は砲塔前面で 30mm、車体前面で 20mm、側背面は砲塔も車体も 15mm と、ちょっとペラペラすぎな気がするね。あう。でもそうだねお姉ちゃん。これだと側面が3倍ルールでスポスポだから、かなり急な角度でも履帯ごと側面を、っていうケースが多くなりそうだよね。だね。それから隠蔽は書かれていないけど、見た目背が低そうだから、偵察方面で活躍を、とも思ったけど、視認範囲は320メートルと同格最低レベルなんだよね。あわう。足も中戦車の中では上の方という程度なので、低火力、低防御、低視界だと、運用はかなり難しそうな気がしちゃうね。うむ。この性能の低さは、普通に売る用の子というより、無料同然でばらまく子って雰囲気だね。そしたら今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。